今回はインパルスレーベルというレベルのお話をしたいと思うんですね。えー、コルトレーンをの人生を彩る3つのレーベルということで、えー、1つはプレスティッチで1つはアトランティック1つはインパルスこの3つのレーベルは結構重要なので初心者の方も覚えておくといいですよという話を、えー、過去の動画でした記憶があります。 そして、えー、プレスティッジについてでアトランティックについてはあの先日動画をアップいたしましたですので今回は残りのインパルスについて軽くざっくり浅く語ってみたいと思うんですけれども、まあ、インパルスといえばですね イメージ、黒とオレンジですね。なんて言われてもな、なんで色の話じゃと思うかもしれませんけど、まあ、あくまで個人的な印象なんですけれども、やっぱり CD コーナーとかね、まあ、レコードコーナーでもいいですけど、行くと、あのコルトレンコーナーでもいいんですけれども、そのコルトレンコーナー行くと、やっぱね、インパルスの CD とかアルバム目立つんですよね。やっぱ黒とオレンジ。で 非常にに鮮やかかというか目に飛び込んでくるんでですよで、まあ、これがもうインパルスのもうレーベルカラーと言ってもいいぐらいですねあのとても主張の強い配色なんですけれどもそれでおなんか重量感あってでなんかかっこいいなと思って買うと大体いい、まあ、コルトレンのやつなんですけどね大体いいジャズ初心者の頃の私は ちょっと過激だったりあるいはムード溢れすぎてうーん、ちょっと失敗したかなーなんて思ったもんなんですけれども、まあ、個人的にはねだけどやっぱりコルトレーンの、まあ、晩年死ぬまであの所属し続けたレーベルなんですけれどもコルトレーンが、まあ、一番コルトレーンがやりたいことをやれたレーベルかもしれませんし、まあ、音楽的に成熟してあの次への路線を模索していた コルルトレレーンでうままく寄りり添っったレーベなななんじゃないかなと思っておりますでインパルスという、ね、レーベルはですね1961年に立ち上がっているわけですよ。ABC パラマウントレコードっていうのがありましてその中のジャズ専門レーベルとして、まあ、独立というか分社というかですねあのスタートしているわけですよね。 それで、その立ち上げの時にいた人、まあ、有名な人、敏腕な人がですねあの、クリード・テイラーという人がいたんですね。まあ、後にですね、クリード・テイラーってどっかで来たことあるぞという人もいるかもしれませんけれども、CTI というレーベルの創設者でもあるんですね。で、そのクリード・テイラーがあの初期のインパルスにいてですね、なんといってもですね、この インパルス時代のクリード・テイラーの最大の功績というか、おやるねーっていうのが、やっぱコルトレーンとの関係なんですね。あの当時、アトランティック・レーベルに所属していたコルトレーンを引き抜いたんですね。これがもう最大の彼の功績なんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、あの、コルトレーン引き抜いて、もうちょっとしたらもう、あっち行っちゃうんです。あっちっていうのはあの、バーブに行っちゃうんですけどもね。 じゃあ、クリード・テイラーがコールトレーンのを引き抜いてプロデューサーになるのかと思ったら違う人がプロデューサーになりましたと。ボブ・シールという人なんですよね。でこのボブ・シールという人があのコルトレーンと、まあ、二人三脚というかコルトレーンに寄り添いながらですね、まあ、いいアルバムをどんどんプロデュースしていったわけですよ。なんか、あのプレスティッジといい、インパルスといい、コルトレーンはボブ、 に、ね、縁がありますねあのプレスティッチの,あのプロデューサーはボブ・ワインストックですし、まあ、インパルスだとボブ・シールなわけですね。なんかボブのあと、ね、ワインとかシールとか。 まあ非常に覚えやすいですね、まあど。どうでもいいんだけど、ワ,ワインストックって、ね、ワインのストッカーのみたいな人とかね、なんかペタペタ貼るような人のボブとか、まあ、そういういろんな人と、えー、コルトレーンは縁があったわけですけれども、まあ、ボブ・シールさんによってですね、こうコルトレーンはいろいろプロデュースしてもらって、まあ、結構代表作いろいろ出しているんですよね。まあ、これやっぱり コルトレーンの代表作、世間的な1枚だけ代表作あげるって言ったら、まあ多分市場の愛なんですよ。あのチャット GPT に聞いてもですね、<laughs> 1枚だと市場の愛がやっぱ出てきちゃうぐらい、まあアメリカでも最もこうコルトレーンの中では売れているアルバムとも言われてるんですね、市場の愛。それはインパルスレベルですし、日本でも最も売れているコルトレーンのアルバムっていうと、あの、バラードなんですけど、これもインパルスなんですよね。 あとは、まあ、バラードと同じような文脈で語られるあのジョニー・ハートマンとコルトレーンのアルバムもインパルスだったりもしますし、まあ、割とコルトレーンの良いところというか、まあ、音楽的にも成熟し始めでさらにもっと過激な路線へと突き進んでいくコルトレーンの姿を結構余すことなくうまく捉えているレベルなんじゃないかなと思うんですよね。でプラスですね このインパルスというものがスタートしたのが、まあ、1961年であると先ほど申しましたけれどもまあ世界的にというかまあアメリカ的にですね特にねもう社会情勢が結構激動の時代を迎えていたという背景もありですねまあ具体的にはあの公民権運動だったりとかあとベトナム戦争の反戦運動だったりとかね でそういう社会的なムーブメントが背景にあったということもありでそのような中でやっぱコルトレーンという人もですね、まあ、ある意味そういう変革者あの社会運動のに対するですね、その時代を象徴する機種として映、まあ、ってしまったということもあるかもしれませんしでさらに後続のミュージシャンコルトレーンよりも、まあ 後輩に値するミュージシャンたちの方がよりそうですね、そのなんていうのかな、社会情勢に対して敏感で,で、なんかこう、反対運動だったりとか、時代に対してモノモース的な態度をもうちょっと色濃く打ち出していたこともあり、まあ、例えば、あのアーチー・シェップだったりとかね、まあ、そういう人たち、あのアーチー・シェップも、あれです、あのインパルスから。 アルバムを出しているんですけれどもあとあの、ちょっと時代はずっと後になっちゃうんですけれどもやっぱり、まあ、もうこれとはなくなった後に録音されてるんですけれどもチャーリー・ヘイデンの「リベレーション・ミュージック・オーケストラ」なんてこれも反戦を唱えたレコードですよね作品ですよね。このようになんとなくこう世の中の情勢が映し出されているような感じもするんですよね。このインパルス 時代ののコルトレーンっていうのはね、まあ、インパルスレコードから出されているレコードそのものがなんかちょっと進んだ人とかちょっと、まあ、政治で言えば革新政党みたいなイメージなのかもしれませんけれどもね、まあ、とはいえあの保守派に分類されるような人たちも、まあ、結構ね参加はしてるんですよ例えばコールマン・ホーキンスだったりとかねテナ・サックス奏者のあとは JJ、まあ・ジョンソンとあのカイ・ウィンディングっていう あとはそうカウントベーシーもねあのインパルスから出してたりするんですよカンサスシティセブンとかまあこういう人たちももちろんねあとミルト・ジャクソンなんかこ,れもこのアルバム結構私好きなんですけどね「That's the way it is」ミルト・ジャクソンだったりとかレイ・ブラウンが参加しているすごく聴いてて楽しいベテラン熟練者たちの味わいを味わえるアルバムとかもあったりとかもしてまあ このような、まあ、いわゆるすごいジャズの大御所の人たちも安定して名を成したような人たちの作品も出してはいるんですけども、まあ、どうしてもなんか社会に対して異を唱えるとか旧来の保守的なジャズとか音楽に異を唱えるようなあのアルバムがやっぱりクローズアップして捉えられがちなのかまあ 目立ってししままうのかもしれませんね、まあ、例えば、マルチリード奏者のローランド・カークが参加している、アウト・オブ・ジ・アフタヌーンっていうね、ドラムのです、ね、リーダー、ロイ・ヘインズの作品だったりとか、あと、キース・ジャレットの生と死の幻想だったりとかね、もうこれタイトルからして目立ちますもんね、な,なんだか穏やかじゃないなって感じで,で、聞いてみるとなんか鈴の音が入ってたりする、そうんな、なんだーみたいな、新規癖と思うようなね。だけどなんか 今までのジャズとは何か違うぞというようなあの感じさせるようなところもありますしねそういう作品もねちょっと今いわゆる過激とでも言いましょうかあるいは今までのジャズの文脈では語れない何か新しさあるいはかっこ辛気臭さあるいはちょっとエネルギーの方向がちょっとあのプロテストの方に向かっているジャズ そういうようなイメージが、まあ、どうしてもちょっと色濃く感じてしまうのは私だけでしょうかと。で例えばほら、ミンガス、ね、ベーシストのチャールス・ミンガスという人の作品なんかもね、あのファイブ・ミンガスというもうまたこれは過激なもうファイヤーな感じの作品も出ていますしね、もうこれはこれですごい勢いあるねパンチの効いたものすごい分厚いサウンドでかっこいいんですけどもね。 エレック・ドルフィーとかが参加してるやつですね、ブッカー・アービンとかね、が参加している、すごいかっちょいい作品、かか怖くてかっちょいい作品で、なんとかもうインパルスが出ていますけれどもね。あとは、そうそうそう、あれだ、のマックス・ローチというドラマーのね、まあ、パーカッション、ビター・スイート。 これも当時のほらマックス・オッチって割とあの運動家なんですよね <laughs> そのちょっと当時の、まあ、マックス・オッチといえば昔はこうバド・パウエルのというピア天才ピアニストのスピードについていけるブラシでついていけるドラマーはニューヨークではマックス・オッチしかいないと言われるほど、まあ、テクニシャンというイメージだったんですけどもこの頃になるとなんかあの古民権運動の機種というかね なんか社会に異を唱えるドラマみたいなイメージになってきているんですけれどもその時代のマック・ス・ウォーチも唱え、ね、捉えているのがこう、ねまあ「We Insist」という作品が有名ですけれどもインパルスレーベルからだと「パーカッションビタースイートというアルバムが出ていますよねあのこれもエリック・ドルフィが参加していますね、まあ、このようにですね 過激というかちょっと今までの文脈ジャズの文脈とはちょっとはみ出した何やらそうなんか社会の情勢を映し出す鏡のような作品が結構インパルスには多いように思います60年代のインパルスにはねまあまあ,あのソニー・ロリンズの「アルフィ」ーとか、まあ、全然あんまり関係ないようなのも出てはいますけれども <laughs> まあこれは普通に。 何もこう世の中の動きがこの激動のアメリカ社会がなんてうーんって腕組んで考えるような作品ではないんですけれどもね音楽的に純粋に充実した作品とかもあるんですけれども、まあ、アルフィーのようにね、グロリンズの。だけどもやっぱりコールトレーンのイメージがやっぱ強いんでしょうね、「史上の愛」とかね、まあそういう、あとは「アセンション」とかね、まあそういうね。 インターステラースペースとかね。まあそういう、まあある種過激な、ある種というか、ある種という言葉なしで過激な作品を捉え続けたレーベルでもあるんですよね。で、あの、インパルスに所属している前はアトランティックというのは先ほど話しましたけど、で、クリード・テイラーに引き抜かれたということも先ほどお話ししましたけれども、で、インパルスに移籍されて、まあ、移籍、 最初に出した作品が「アフリカブラス」なんですよね。で、えー、それを皮切りにですね、えー、あ今、皮切りってあんまり言っちゃいけないのかなまあいいや、放送禁止じゃないけど、差別用語というか、あんまり言わないですね、皮切りってね。ねまあ、あの子供と書いて、子供のどもは最近、新聞社はみんなひらがなで書くのと同じぐらいの理屈で、つまり子供は。 お供え物じゃないからあの人弁に「今日」という字はよろしくないというような何かよが自主規制というかなんかそういう要素で「どもっていうねこの,あの漢字はひらがなになっちゃっているのと同じが「皮切」「り皮を切るなんてとんでもない」みたいなよくわかんないけどまあそういう意味で何々を筆頭にっていう意味でのね皮切りにってあんまりなんか 使っちゃいけないよと言われたことはないですけれども、なんかあんまりこう文章的にはよろしくないというか、使わなくなってきているという,ような社会情勢なんですかね、今は。まあ分かんない。ま <laughs> 何話してんえっ、ー、と、アフリカプラスをまずは最初に吹き込んで、そこからずっとあの亡くなるまで、遺作のエクスプレッションというですね、 作品まで付き合ったレーベルそしてプロデューサーがインパルスでありあのシールさんなんですよねと言ってもまあ長く付き合ってるかのように聞こえちゃった方もいらっしゃるかもしれませんけどまあ61年から67年なんですねこれとりあえ亡くなったのがだからまあ6年の付き合いなんで決して長いとは言えませんけれどもでもこの6年間の間随分とですね 印象に残るアルバムを、えー、シールさんはプロデュースしていますしでその世に出たアルバムでもやっぱりですねコルトレーンといえば、まあ、これだよという熱狂的なファンが熱狂的に愛嬌する思い入れ度の高いアルバムを結構出しているのがインパルスなんじゃないかなと思うんですよね例えば私が好きなアルバムも結構インパルスから出てるんですよ例えばあの この動画のね、でよく私が紹介しているあのマイフェイバリットシングズのニューポートジャズフェスティバルでの素晴らしい演奏を収めた、えー、セルフレスネスというアルバムをインパルスですよねで、あと私が断るごとにもコルトレンといえばチェイシン・ザ・トレン大好きだよコルトレンといえばチェイシン・ザ・トレンいいよチェイシン・ザ・トレンいいよなんて言いまくっているライブアット・ザ・ビレッジ・ヴァンガードこれもインパルスなんですよねあとは これも隠れファンが結構多いですね。アフロブルーが好きな人なんかが愛嬌しているライブアットバードランド。これもインパルスなんですよね。あとこの動画でも紹介した、まあ、コルトレーンの代表作と言われている史上の愛。これもインパルスなんですよね。あとはまあバラードもインパルスですし、ジョニー・ハートマン、あとデューク・エリントンとやっているコルトレーンのアルバムもインパルス。 なんですよね、あとはねこれもいずれ紹介したいと思ってるんですけど、まあ「トランジション」っていうアルバムす素晴らしいアルバムもうインパルスなんですよねあとはあのこれも、まあ、近い将来ねまだつこれを続けていれば紹介するつもりでいる「インターステラスペース」っていうかっちょいいアルバムもうインパルスなんですよね あと、コルトレーンがフルートを吹いている。まあ、親友のエリック・ドルフィーが亡くなったその遺品のフルートと言われていますけれども、フルートも吹いているアルバム。そして、あの、遺作となったエクスプレッションも、インパルスなんですよね。って、このようにですね、まあ結構印象に残るアルバムいっぱい出してるんですよね。あと、ほら、コルトレーンが、 よく演奏した曲の一つにマイ h a b リットシングスだけじゃなくてインプレッションズというねナンバーもあるんですけどもでそれの,あの白熱ライブ演奏を収録したその名もインプレッションズってというアルバムもインパルスなんですよね <laughs> インパルス多いわと思いますけども、まあ、それぐらいあれなんですやっぱりコルトレーンのいいところを捉えていいところというか あのコルトレーンがもう本当に成熟してたかすさまざまな作品を発表していてだんだんどんだんだんどんどん演奏長くなったりとか過激になったりとかどんどんしてはいるんですけれどもだけどその辺がほらコルトレーンがいろいろと試行錯誤を繰り返してたどり着いた境地でもありますしさらに前進を重ねている姿じゃないですかだ,だからやっぱりたどり着いた 境地でありさらにもっと前進を続けるコルトレーン、まあ、この辺りのコルトレーンの姿勢に共感をし共鳴を覚えてでやっぱりインパルスのコルトレーンインパルス時代のコルトレーンがいいよつまり後期コルトレーンがいいよという人が多いのもわかるような気がしますし私自身も、まあ、アトランティックの作品もねジャイアントステップスとかマイバリットスイングスとかオーレとか好きなのいっぱいあるしプレスティジー時代の あのコルトレーンもねやっぱりこうレッド・ガランドとやっていたりアート・テイラーポール・チェースというリズムセクションとやっているあの作品もすごくねいい作品もあるんですけど、まあ、そのあたりになるとこうサイドマンも一緒に聴いちゃったりとかしてねサイドマンとの協調性みたいなのを聴いちゃったりもしてあやっぱりレッド・ガランドいいねなんてコルトレーン聴いてるはずがピアノを聴いてたりとかすることもあるんですけどもうこのインパルス時代のコルトレーンってるとやっぱりコルトレーン中心にやっぱ聴いちゃうっていうところが。 あってやっぱり新生コルトレーンファンっていうのはやっぱり結局のところはインパルスに行き着いちゃうんじゃないかななんて思うんですよねでその名もコルトレーンってアルバムもインパルスですしねあのこれ紛らわしいんですけどあのプレスティッからもですね初リーダーアルバムでコルトレーンっていうのが出てるんですけどもインパルスからもコルトレーンっていうのが出ているんですよねもう両方ともコーツつけがたい出来アルバムではありますけどもね あとは、そうだね、まだまだ思い出すと、なんか頭今、トントンと叩いてるんですけど、どんどんなんか出てくるね、インパルスがね、<laughs> あとは、そうそう、オムっていうね、まあ、オウムとも言うかもしれませんけど、怪しいアルバムもインパルスだし、まあ、過激な、オウムといえば、あね、連想的に私、思い浮かんだのが、アセンションっていうのもね、あの、インパルスですしね、<laughs> まあ、いろいろ。 ね、出してますよねあと、サンシップっていう、またこれまた過激なですね、アルバムもインパルスですね。あと、またこれもうるさい、いや、うる過激な、あのね、ファーストメディテーションズっていうのもインパルスですね。あ,あ,あと、また、あま、これもまた過激なってね、ライブインシアトルっていうのもインパルスですしね、まあ。さっきファーストメディテーションズって言ったと思いますけど、ファーストが取れたメディテーションズも インパルスですしね。でだんだんこう宇宙に行って、まあ、インターステラスペースも宇宙ですけどもね、あのコズミック、その名もコズミックミュージックっていうのもインパルスですしね。もういろいろだねそう、宇宙といえばほらさっき言ったインターステラスペースっていうアルバムに登場する、登場するとか収録されてるアルバムも大体星の名前ですしね。あと、まあ結構 こうあの朝から聴いてもう目覚めがいいぞというちょっと頭のおかしいジャズファンが失礼しました頭おかしくないとかもうか神聖もう純粋にもうコルトレンが好きな人がもうよーく聴いている「ライブアットザビレッジバウン g e v a n g とかねあと「ライブインジャパンとかね過激よねってね、まあ、このなんていうかねこう ハラオ・サンダースというですね、もう一人の過激なテナー・サックス奏者の方向を聞かないと一日が始まらない、あるいは一日が終わらないというですね、もうちょっと体がなんか危険な毒素に蝕まれていているような方も いらっしゃるんですね。私の知ってる方に数人ね。まあ、いや、わかんないよ。過激な毒素というよりも、やっぱ、劇薬療法というかね。もう、体がそういう体勢になってしまったので、こう、爆音で、ウギーブルドローゴー,ガーっていうのを聞かないと、なんか、神経が休まらないっていうような、 あの境地にまで達してしまっているような方もいらっしゃるんですけどね、そういう、ね、方が愛聴している、このライブアット・ビレッジ、ライブアット・ザ・ビレッジ・ヴァンガード・アゲインとか、ライブ・イン・ジャパンという作品もあったりもしますけれども、これも、まあ、インパルスレベルから出ているわけですよ。どどどどん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 こうなんか 思い出してインパルスのポルトレンをいろいろのアルバム生言ってるうちになんか本当頭の中が黒とオレンジ色に染まってきたような、ね、感じがしてきたような感じがしますけどもねあそういえば私が好きなこのチェイシン・ザ・トレインが入っているライブ・アット・ザ・ビレッジ・バンガードのジャケットもなんかオレンジと黒ですねなんか来る しクラクラしてきました黒とオレンジで。<laughs> まあそれぐらい、やっぱりあの冒頭で私は、インパルスといえば黒とオレンジですねって言ったのは、まあその辺りにあたりなのかもしれませんね。<laughs> まあやっぱり、あとアフリカプラスなんかもなんか黒とオレンジ色のイメージがあったりもするんですけれども、まあまあ。 <laughs> まあこれはあくまで私の個人的な感想なのでね、まあ、どう黒がどうした、オレンジがどうしたって、あんまりインパルスと,はのとか、コルトレーンの音楽表現、そう思うとはあんまり関係ない話ではあるんですけどもね、まあ、そういうことで、まあ、いつものように、どっちらかった解説で、大変申し訳ございませんけれども、まあ、まあ、ざっくり薄く浅くとね、冒頭に申し上げた通り、えー、ざっくり浅く薄くインパルスの お話をさせていたただきました、まあ、これでようやくですね、<coughs> あごめんなさい、えー、っと、プレスティッチ、アトランティック、インパルスというですね、3つの、まあ、コルトレーンを語るにはなくてはならないレベルの紹介ができたので、ちょっともう、コルトレーン入門もそろそろやめていいかななんて思ったりもしていると同時に、いよいよこれからコルトレーンの入門の始まりだぞと、あの 思っている、身を引き締めている私でもあったりもするので、ということはまだまだ続けなきゃいけないなという感じですね。まだまだね、コルトレーンについては、知らなきゃいけないことがたくさんある。いや、別に知らなきゃいけないなんて、んま、の、義務感は <laughs> 醸し出してもしょうがないんですけども、やっぱりね、知れば知るほど楽しいトレーンって感じですよね。あの、し知れば知ったで、なんかもう離れられなくなる。 コルトレーンの世界っていう感じでまあねあまあコルトレーンをたくさん聞いてでコルトレーンのことをたくさん知った上でそれでまあ他のジャズに手を伸ばしていったりとかねいろいろジャズを聴いたりするといかにまあコルトレーンっていうのは得意な存在でありスペシャルな存在であり素晴らしい存在であり唯一無二の存在であるということが 分かりまあ逆にそのコルトレーンを軸に他のジャズマンを見ることによって逆にこの他のジャズマンの良さっていうのも見えてきたりとかもするのでね、まあ、一つ軸みたいなものであのコルトレーンというものをもうちょっとあの何て言うかな自分いろいろディグしたりとか知識をもうちょっとたくさん増やしてみたりとか聴くアルバムを増やしてみたりするのも良いんじゃないかなと思って 個人的には思ってますね。別に私はもう重度のコルトレンマニアでもファンでもないんですけれどもそんな私でもですねなんか長年ジャズ聴いてるうちに、まあ、全然コルトレン聴くぞとコルトレン勉強するぞコルトレン知るぞとうわーってこうノートにメモしたりとかねあの本にマーカー引いたりとか赤線引っ張ったりとかして暗記したりとかそういうこと全然してないんですけどやっぱりね自然とこうジャズが好きでジャズと付き合ってるうちにポタンポタンと あの一滴ずつなんかコルトレーン知識というものがあの蓄積されていくんですね。でそれをちょっとあの吐き出してるだけなんですけれども動画で今度ポタンポタンと私の口からさあの今度はコルトレーンの水滴みたいのを、まあ、垂らしている行為なだけなんですけれどもでもそれでもやっぱり本当にいろんな足跡を残した人なので知らず知らず 入ってきちゃうんですよねコルトレンについての音とか情報っていうのがね。なので、とはいえ、すごくあの量が多かったりとか、ちょっと過激に感じたりとかして、で食わず嫌いだったりとか、まあ、近寄るとやばい世界みたいな風に感じたりしてる人もいたりもするので、なので、あの腸という言葉、腸入門、優しいよというね。あの 安心させるような入門者をタイトルもつけたりもしているんですがと同時にその「超というのは、まあ、入門を超えた入門優しい入門よりもさらに優しい入門だよというニュ,ニュアンスもあるんですけれども今までのこのジャズ入門を超越したスーパーバカな動画というような意味もあったりもするのでね、まあ、どちらで撮ると。 捉えるのののかは、まあ、聞き手のあなたた自身の判断に委ねたいと思うんですけどねもうスーパーノバじゃなくてスーパーバカな入門という意味もあったりもするのかななんて最近こう喋りながら思うようになってきましたけれどもまあもう名前つけちゃったからいいやってだんだんあの初心者向けじゃない話どんどん今後突入していくような 気配が濃厚に漂っているんですけどまあ、あんまり今更タイトル変えてもしょうがないなと思っているので、まあ、超入門という冠で、いくつまで続くのかなと、この勢いだと、まあ、50は超えるでしょうねと、100までもしかしたらいっちゃうかななんて思ったりもしていますけれどもね、まあ、気分がやる気であるときは、まあ、まあ、まあ、やる気が続いている限りは、 続けたいなとは思っていますけれどもね。はい。そういうことで、えー、今回はインパルスレーベルについてお話をさせていただきました。まだまだ続けたいと思います。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。